この絵は愛する人に裏切られた男の末路だ。血が滴っている彼の顔、そこには布が巻かれている。彼の両目はえぐられた。光を失ったそこには二つのくぼみがあるだけだ。愛する女性に裏切られ敵に捕らえられてしまったユダヤの英雄、彼の名はサムソン。聖書に記された太古の英雄、圧倒的な力で彼はユダヤを支配していた異民族ペリシテ人を打ち破った男だ。その力はロバの骨だけで千人の軍団を壊滅させるほどだった。そんな彼には秘密があった。神の恩寵を受けていたことだ。神は彼に力を与えた。制約と引き換えに、決して髪の毛を剃ってはならない。それが彼の制約だった。彼は誰にもその秘密を明かさなかった。彼を裏切った愛するデイラを除いては、英雄だった彼にも愛する人がいた。だけれども、この絵に出てこのデイラ、彼女は彼を裏切り売り渡した。敵対するペリシテ人と彼女は取引したのだ。それがサムソンの秘密の値段だった。銀1100枚、それがサムソンの秘密の値段だった。もちろんサムソンはデリラに秘密を聞かれても決して明かそうとせず嘘をつき続けた。だけれども彼は次第に愛する人に嘘をつくことが辛くなってくる。そうしてついに彼は話してしまうのだ。彼の制約を、守るべきだった秘密を。そうして秘密を手に入れた彼女は即座にサムソンの髪の毛を剃り力を奪う。そしてペリシテ人に引き渡したのだ。奴隷のように扱われる運命に彼女はサムソンを売った。これはそんな力を失い囚われてしまったサムソンの姿だ。両手は鎖につながれ、服を着ることさえ許されず、怒りに打ち震える無力な男。待ち受けるのは屈辱と死。だけれどもその死は彼の尊厳を守るものだった。彼の頭を見てほしい。彼の頭部には髪の毛が生えている。物語の最後、サムソンは力を取り戻し自ら死を選ぶ。異教の神殿を破壊し、幾多のペリシテ人を道連れにして彼は最後を迎える。この絵では力を取り戻した彼がこちらに向かってきている。これはそんなサムソンを描いた作品。